で、まあ、初回面接ですね。うんうん、あの、は、言語機能に関して、聴覚的理解の重症度、適切な反応があるのか、うんうん、スクリーニングとしては、もちろん皆さん会話をなさると思いますし、はい、例えば簡単に、ご自分の頭触ってくださいとか、うんうん、なんかお腹どこですかとか、うんうん、窓どこですかねとか、そんなこともやるかもしれませんですね。はい、それによって、重症度を判断しますけれども、うんうん ただ、あの、どういう刺激を入れてるかっていうことを極めて、うん、あの、意識的にやる必要がありますし、どういう刺激に対してどういう反応があったかっていうことを見ていきたいと思います。発話に関しては、発話そのものを評価する前に、だいたい見て取れますので、顔面の麻痺、顔面に何か異常がないか、それから発生ができるのか、 声量や性質、そういうことは ST ですので、当然、自然に見てらっしゃると思いますけど、意図的に、意識的に、失語しようかなと思っても、そこをしっかり見ていただきたいですし、それから、高音ですね、特に歪みの有無に関しては、ディスアセアなのか、発語執行なのかという区別が必要になってきますそのあたりを見ておきますし、プロソディですね、速度や抑揚、リズムはどうか。 というようなことが、うん、あの、見て取る必要がありますかね。はい、それから内容に関しては、うん、まあ発話の量的な側面として、全体の発話量、うんうん、それから句の長さ、はい、これは何分節可能なのかなっていうふうに、ちゃんと数値化して見ておくことが必要と思います。はい、それから内容語があるのかどうか。うん、まあ、発話はあるけれども、えー、っとね、えー、っとね、あの、ほら。 ぐらいで終わるるののかかか何内容語があそれから誤り方ですね。作語が出るのか心臓語が出るのかジャルゴンがあるのかっていうようなことを初回見て取るかと思います。読解に関してはそのスクリーニングで行うかどうかはあれですけれども何か見ていただいてどれくらい理解できるのかなっておおよそのあたりをつける。所持に関しては名前や住所あるいは まごく近いご家族のお名前であったりとか何、うん、のを書いていただくことが多いんじゃないかと思いますけれども、はい、まあそれ以上にできそうなのかどうか、うん、それも難しいのか、うん、っていうようなことを見ていくかと思います。症症、はい、症ののの重症度、状おおそありを初、まあ、初回面接というか、まあ、初期、うん 立てつけけると思いますけれども、うん、その時にまあ違和感っていうのもですね大切にちょっと科学的な話ではないんですけれどもなんか違和感あるぞって感じるのことがあるかと思うんですけれどもうん、うん、その正体を突き止めていくっていうことが重要ですので何かおかしいぞと思うその感覚も大切にしたいなと思いますす、うんうん、そうですねやはりあ,のあまりこう一つの例えば診断名 にしてもこだわりすぎちゃうと先入観も持ってしまうのでそこにとらわれすぎずにこう幅広くちょっと何か引っかかるなっていうところは気にかけておくということも必要になってきますよねそうですね解決はこの先なんだけれどもっていうところですね解決できないこともあるかもしれません会話で見抜きたい言語機能ですけれどももちろん言語機能以外に見て取りたいことたくさんありますのでその工事の質語以外の工事の機能 ですとかっていうのは、はい、会話でたくさんのことが見えてくると思います、はい、がここでは今は言語名に限定したいと思います、うんはい、失語がありそうかどうか、うんまあ、特にやはりその陽性症状があれば、うん、まあ、お医者鎖国が出ているとかっていう陽性症状があれば <laughs>、うん、あこれは失よう、ね、って思いますけど、うん、なかなかちょっと 陰性症状だけですと難しいですね。ちょっと喋らなくなったっていう時に、本当失語なのか、それともぼーっとしているのか、意欲、発話意欲が低下しているのか、なかなかいろいろありますので、難しいですが、ありそうかな。で、あるとしたら、聴覚的理解およそどれくらいかな。発語執行あるかな。あるとしたら、どれくらいの重さかな。い意味語の表質があるかな、ないかな。 りどうかなが発話量どうかなそれから代償手段が自然に使われているという場合もありますね。あの、え、失語症になられる前から、割にこう、身振り動作が非常に得意な方ですとか、何かこう、説明するときによく絵を描いていた方とかっていうのをいらっしゃって、まあ、通常はそういう方は少ないと思いますけど、そういう方も中にはいらっしゃるのでごく自然に代償手段を用いる方もいらっしゃいます。 で、こちらもこう代償手段を使って、例えば、え、文字をちょっと示した、絵を示した、実物を指さしたら理解できた。あ、こういう代償手段が使えそうかな、っていうことが、 会話で見ていけるかな。そうですね。おそ、はい、らくご覧になっている方は、あの、急性期、回復期、生活期、いろんなステージの方がご覧になっていると思うので、はい、まあ、それぞれのステージによっても、注目すべきところが少し変わってきたりとか、そう,ね、そういうのもありますよ、ね、そうですね。ただ、あの、例えば、その、急性期からの申し送りで、失語症ありと来ていても、実はそれは通過症届群というようなもので、はいはい、実は失語自体は、ん 否定的みたいなことも回復期に、はいはいね、あの、意識の状態とかですね、うん、クリアになってくるとあることもありますし、あの、まあ、そのあたりっていうのは、うん、まあ、ご自分で確認していくっていうことなで。ですね。はい、違和感ではないですけども、そうですね。すうすねそうですね。はい、そうですね。はい。で、障害構造を、まあ、推定していきたいわけですけれども、まず全体の失語症状の重症度。うんうん ということと、それから聴覚的理解障害の要因と重症度え、ご音認知はどうなのか、単語の意味、語義理解はどうなのか、統語の理解、それからえ言語聴覚性の短期記憶、いわゆる恥力というものはどうなのか、それぞれについて、えそれがあるのかないのか、うんえ、あるとしたらどれくらいの重症度なのか、ということと、聴覚的理解全体の重症度を見る。 発話に関しても問題となるのは初語執行なのか初ご、まあ、執行は失語症そのものではありませんが、うん、一応便宜的にここに入れておきますけれども、はい、それから意味の処理が悪そうなのか、うん、音韻の処理が悪そうなのか、うん、語自体が想起できないのか、うん、語はまあ想起できても音が誤るのかっ、うん、いうようなことをですね見ておきたいし、はい、それがどれくらいの重さなのかっていうのを見ておきたい。はい 読解に関しても、えー、単語の意味が難しいのか、うんえー、それとも文・統語っていうところが難しいのかですね、うん、あの通常やっぱりあの文字の分析が難しいっていう場合は失語症以前の問題と捉えた方がいいと思いますので文字は失語症であれば、うん、文字の認識自体は、うん、あのできますので,、うんですね、はい。 それから、所持障害ですね。えっ、ー、と、音から文字が難しいのか、意味から文字難しいのか、っていうようなことですね。もちろん、その、謝字はできるのか、っていうことも見て、謝字はできるけれども、自発で、あるいは書称で書くことはできないとか、書き取りで誤るとかですね、そういうことを見て全体的に、意味の当たりが難しいのかなとか、音韻が難しいのかなとか、その、 細かいですね、モデルに当てはめて考えていくことも非常に重要なんですけれども、大きくですね、はい、なんか意味の変に問題ありそうとか、うん、音に問題ありそうとか、うん、あるいは音から文字、文字から音っていう文字に特有の問題ありそうとか、そういう捉え方をすることも重要じゃないかなうん、うん、というこうに思いますうん、うん。そうですね。はい。 また中脳に行って師匠の内側考え。両肩甲対骨盤の可動性理解が良好ね理解は良好。